エヴァソールはアメリカ海軍の駆逐艦。ギアリング級駆逐艦の一隻艦米はミッドウェー海戦で戦死し、海軍十字章を受章したジョン・トーマス・エヴァソールにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。エヴァソールは1945年2月28日にワシントン州シアトルのトッド造船所で寄港する。1946年1月8日に、 サラ・エヴァソウルによって浸水し、1946年5月10日に、艦長 BP ロス中佐の指揮下収益する。エヴァソウルは母校のカリフォルニア州サンディエゴに1946年10月6日到着する。第7艦隊に所属し、2回の極東任務で中国の沖合、日本近海を偵察した。1950年5月1日にサンディエゴを出港し、 再び極東での任務に就く。朝鮮戦争勃発時、エヴァソウルはアジアでの任務活動中であった。1951年2月8日まで北朝鮮への攻撃を行う高速空母任務部隊の護衛を行い、その後サンディエゴに帰還した。朝鮮戦争における2度目の任務は1951年8月27日から1952年4月10日まで行われた。 エヴァソールは湖南、元山、韓国東岸部の拠点に対して砲撃を行い、イギリス、カナダ、オランダ、オーストラリア、ニュージーランド及び韓国海軍艦艇と共に封鎖及び護衛任務に従事した。その後1952年11月17日から1953年6月29日まで同様の任務に従事した。 1954年から1962年まで、エヴァソールは台湾海峡での偵察を行い、沖縄、フィリピンでの演習、西太平洋各地の港を訪問した。1957年と58年には、オーストラリアをはじめとする各地を訪問し、第7艦隊での任務に従事した。西海岸での配備のための訓練及び、準備期間にエヴァソールはしばしば、 太平洋北西の港を訪問し、ハワイ諸島への巡航を行った。エヴァソールは朝鮮戦争の先行で7個の従軍聖賞を受賞した。1973年7月11日にエヴァソールはトルコ海軍へ転籍する。エヴァソールはガイレットの官名でトルコ海軍に収益した。ガイレットは1995年に除籍され、現在は トルコのイズミットで博物館船として保存されている。ありがとうございます。